やい。おビッグプレイプレイ。おほう。デウスジャパンのロイドといろいろ話してるときに、日本のデウス何ができるかっていうことを話したんですね。で、その時に日本の文化どうだろう、やっぱ雪なんじゃないかみたいな。すごいパワー出すのが、日本は世界に誇れる雪があって、だったらスノーボードをやってみないかっていう話になって、で、僕もロイドももちろんスノーボードは大好きで、日本はやっぱりすごい、特に北海道はもう雪がすごいドライで乾いてるから、もういろんな世界中からやっぱ雪を求めてるみんな来るね。これがパイク、壁遊びですね。壁を波にこう見立ててスラッシュしたりとか、レイバックしたりとか、あとリバース360とか抜けやすいように、ここはカーブがあります。で、キックもテールキックは上がってる、リバースしてスイッチになってもそのまま走らせる。普通こういうテールが短い人の場合はそういうことはなかなか難しいんですけど、これはロッカーが、キックとロッカーが入ってるので、それが容易にできる。あとはノーズにもロッカーが入ってる、テールにキャンバーがあります。これがすごいいい感じで作用して、グルーミングがちゃんと反発があって切れるターンができて、ただだとこのロッカーが浮力を与えてくれて、どんどん前を踏んで走れるようになります。で、これがミュール、これはもうあれかな、自分が乗りたいボードかな、完全にビッグスクエアノーズ、こいつがすごい浮力でパウダーを浮かしてくれて、あのテールのこのピンテールが説明にこう沈みやすくて、すごいタイトなツリーでもすごい働きをして、あとこのサイドカーブがすごい切れるサーフスタイルのノリを出しています。あとこれもすごいノーズにロッカーがあって、あとキャンバー、薄いキャンバーが入ってるから、まあグルーミングでも普通にスキー場でも滑れるボード。パウダーボードですかね。すごい大好きなボードですね。まあサーフィンしてる人はもちろん、まあスノーボーダーはもちろん、あと海外の人たちにもちょっと乗ってほしいボードですね。やっぱり日本の雪をやっぱり知ってる僕たちが作ったボードなんで、海外の人でも多分理解してもらえるボード。まあとにかく日本はもう素晴らしい雪がね、北海道もちろん本州もいろんなところがあって、まだ全然知られてないスポットもあって、すごい楽しんでもらいたいですね。アクション。Ha ha ha!